デジュデジュワークス。皆さんこんにちは。お久しぶりです。マクドナルドでドライブスルーしてバリューセットを頼んだら、おもちゃをもらったので紹介してみようと思ったよ。早速開けてみようと思います。マックフライポテトのフードストラップでした。関西では、マクドフライドお芋さん、と呼ばれているらしいね。なんかフライドポテトというより、芋けんぴ、みたいな色をしているね。それじゃあ次へ、行きましょう。もう一袋もらいましたからね。じゃじゃじゃん。どうやら、ハンバーガーです。クォーターパウンダーチーズでは、なさそうなので、ビッグマックでしょうか。結構でかいだろう？こんなおもちゃをタダでくれるなんてマクドナルドは太っ腹だね。まあそういうことで、皆さんまた会いましょう。さようなら。I love it.